どうもこんにちは、ニワトリです。今日はね、エースコックのわかめラーメン食べていきたいと思います。なんでこれね、わかめラーメン35周年ってことでね、おめでとうございます。あっつい、あっつい。ではいただきます。マスクに息が当たって吹けねえ。これね、ミニわかめラーメンミニ100円しないと思うんだけど、わかんないけど、なんかにもらってきたやつです、これ子供がね、なんかのイベントでもらってきたやつなんですけど、勝手に食ってます。なんかこうレポ的なものはできないですね。なんつうの、言葉の引き出しが少ないから、あ、美味しいなと、そのぐらいしかないです。何のために声出してるんだって感じだけど、ついた。このね、マスク、鶏のくちばしをイメージして記憶塗ってるんだけどね、見えづらいかね、わかんないけど。今外の気温35度でね、この部屋エアコンあるんだけど、エアコンはつけてません。すなわち暑いです。暑い中ラーメンを食べて、何なんでしょう、よくわかりません。実はこうやってね、夏の食レポ的なものを取るにあたってウィッグ買ったんだよね。ウィッグ、あのビーチクさんがつけてるような、それかぶってやるつもりだったんだけど、めちゃくちゃ似合わない。似合わないもんで、結局前から使ってたこの帽子でやることにしました。あれ、派手めなウィッグね、やっぱ似合う人と似合わない人だよ。まあ俺のようなおっさんでは似合わないのは当然だったって。あす、もう食べました。あっという間ですね。ちょっとスープはね、捨てます。塩分取りすぎはあまり良くない、食べ過ぎっていうほどの量じゃないんだけど、あとは何かあったかな。
6時のチャイムですね。割とコメントいただいたジャーブラックオウムカデの抱卵、さっき見てみたけどまだ抱卵してました。卵もね、綺麗なレモン色の変色もせずに、多分有精卵かなと思います。前回じゃない、この前亡くなったねパラグアイオウムカデ、あれも抱卵一回したんですけど、それは2日目、気づいて2日目、多分2日3日後ぐらいにはもう食卵してしまったんで、今回はまあ5日6日は気づいてから5日6日ぐらいは放卵してるんで、有精なんだと思います。うん、で孵化するまできっと守って抱いてね、こうやって守ってくれると思いますので、また子供が子ムカデがねバラバラと出たら撮影してアップしたいと思います。まあこんなところですね。それじゃあ。